大家好、我叫スニーカー。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、のーなーい。はい。本日の動画ですね、前回、結構反響があった、スニダンから偽物を届いた、の、続編です。はい。まずね、スニダンから偽物届いたを見てない方に、からすると、まあ、何の動画やねんと思うんですけど、こちらなんですけど、あらすじを紹介するとですね、スニダンで、僕の友人がカウズのフィギュアを買いました。そして届いたこれが偽物でした。以上です。はい。スニダンはですね、スニーカーダンクさんはですね、自社で鑑定をして、その後正規品だと商品を購入者に届けるっていうね、画期的なサービスをしているね、会社さんなんですけど、そこからですね、偽物が届いたと。じゃあ鑑定は何してるんかと僕はね思ってるんですけど、まあその偽物が届いたっていう動画です。でそれに続編があるわけなんですよ。これねちょっと内部流出っぽい話なので、まあ公開するか結構迷ったんですけども、まあねちょっと僕の怒ってる部分もあるので、今回はねこの動画を公開させていただくことにしました。はい、というわけで、まあこんなごたごた喋っててもしょうがないので、オープニングの方へ。ちょ、オープニング行かないと。オープニングの方へ。レッツゴー！ちょ、井上すごい！熱くなってきたね。すごっ！よし！はい。ということで、オープニングの方から戻ってまいりました。はい。まず、この今回の続編の発端は僕のツイッターに来た奇妙なリプライから始まるっていうことなんだよね。まずこちら、偽物のフィギュアが届いた件についてお伝え可能です。まあね、スニーカーアンチが非常に多いです。変な DM もねほぼ毎日来ます。ですので、これはですね、まあ変な DM やなと思って、何を言うてるんやと思って僕は公開しました。本垢からお願いしますと。ね。やっぱり、まあ、人と僕は顔出ししてるし、まあ、誰がスニーカーっていうのも分かっているので、僕が言うことって僕の意見なんですよ。スニーカーの意見なんですよ。で顔も出してるし、僕責任持って言っています。でもこの架空アカウントから来た意見っていうのは、その人が誰かも分からないんで、その架空アカウントからの意見なんですよ。だから、なんて言えばいいんですかね。まあ、本垢？本当に自分が公開してるアカウントで連絡来てくれたら取り合いますよって思って、本垢からお願いしますって言いました。はい。で、その後、こう来ました。それは無理です。今現在会社を辞めようと思っていること、また特定された場合、私が社内の誰か分かる立ち位置にいるので。まあ、嘘かほんまかは分かりませんけど、おそらくスニダンの人からの連絡なんですね。はい。まあ、この時点で僕は全く信じていません。はい。なんやこいつってね、いつも通りまた変なやつ来たのって、何言うてんねやってことでちょっと一瞬無視しました。でその後僕はこう送りました。インスタで DM をお待ちしておりますって、ね、これがまあいたずらじゃなくて本当に僕に伝えたいっていう気持ちがあるんだとあったら、もちろんインスタで DM 来ますよね。なんでまあとりあえず本気度見たいなと思ってインスタで DM くださいって送りました。すると待つこと数分後、まあ僕は来ないなと思ってたんですよ。まあツイッターで変なやつ絡んできたなと思って、じゃあインスタで DM 来ました。それがスニダンの偽物が届いた件についてです。どこから知りたいでしょうか。どこから知りたいって別に俺知りたい言うてへんので、まあ僕は知りたいと言ってないので、別にどこからもそこからもなんか言いたいことがあるんだったら言ってくださいっていう感じだったんですね。で、まあどこからとはどういう意味ですかって送ったんですよ。こう来ました。私が教えることはできないので、細かい部分は濁してお伝えするためにそういう記載させていただきました。わかりづらくて申し訳ありませんって言いましたね。本当に分かりづらい。で、僕はもう、何やって思って、もう、ちょっと塩対応なんですよ。だって、意味分からないじゃないですか。普段は塩対応じゃないんですけど、こんな変なやつには塩対応なんです。で、いえって送りました。はい。すると、ここから、怒涛の長文が来ます。この長文の中に、結構、大切な情報といいますか、結構やばい情報が含まれております。いきます。それが、こちら。今回偽物が届いた件ですが、鑑定に関してはザラです。理由はとても簡単です。知識がない人が鑑定をしているからです。やばいでしょ、これ。これほんまやったらやばいですよ。ほんまやったら大問題。はい。
今回購入いただいた商品は本来であればロジ側の鑑定チームのホビーが鑑定すべき商品です。しかし今回はアパレル鑑定士がスニーカンさんが購入いただいた商品を鑑定しました。そのため商材に対して全く知識がないものが鑑定しております。これほんまやったら大問題ですよ。確かに合点承知いく部分はあるんですよ。なぜなら今回の偽物が届いたこのカウズのフィギュア、明らかに偽物ってホビーの知識がある人やったらわかるんですよね。おもちゃ好きやったらわかるんですよ。ソフビ好きやったらわかるんですよ。でもこれが本物として通るってことは何かあるはずなんですよね。おかしいですもん。通るわけがないですもん、こんな商品が。続いて僕がリプライする間もなくこの返信が来ました。そのため偽物か本物かどうか見分けがついておりません。スニーカン様の動画内では知っている人が見たら偽物だとわかるとおっしゃっておりましたが、その通りでございます。知識のないものが鑑定をし判断したのが偽物が届いた原因でございます。そのためスニーカンさんの件以降はホビーが鑑定するようになりました。なんで僕のこの偽物が届くまではホビーが鑑定してなかったのかっていうのは僕はちょっと疑問を抱いております。これはカスタマーに問い合わせをすれば分かることであり、社内のものしか知らない情報でございます。ここで僕はちょっと信じかけました。私の正体を明かすことができませんが、鑑定の体制が変わってホビーが鑑定するようになったのは本当かとカスタマーに聞いていただければ分かります。さあここで問い合わせを僕はしておりません。なぜならば怖かったからです。これほんまやったら大どんでん返しというかひっくり返りますよ。知識のない人が鑑定してて本物ですって言ってるわけなんですから。でスニーカーダンクの公式のホームページにはプロの鑑定士が鑑定してるって言ってるんですよ。でももしこの人の言ってることがほんまやったらこれ大問題ですよ。いやめちゃくちゃ問題でしょ。素人が鑑定してるんですよ。それで本物って言われてるんですよ。今まで買ったホビー全部返金対象になりますよ。本物、もしこの話が本当だったら。続きまして、それともう一つ、この偽物鑑定が届いたことがあまり社内で共有されていない、これも原因の一つです。クック以降鑑定強化をしているようなお話はありましたが、本来であれば社内にこういった情報が共有され、本社及びロジ側で社内共有をし社内体制を整えていく、ここができてないのが鑑定ミスが再度発生した大きな要因です。お手数をおかけして申し訳ございません。まあ確かにこういう、まあ本来であれば一流企業というか上場しているような企業であれば、まあ自分たちのミスとかは普通に社内で共有されることなんですよね。再発防止のために、はい、でこういう失敗例がありましたよ、再発防止をしましょうっていうの流れが、まあ、普通の企業さん、まあ、僕も企業に勤めてるんですけど、企業では行われることなんですけど、この偽物スニーカーダンクのサービスの中ですごく大切なのがこの偽物鑑定なんですね。でその中で偽物が通ってるのにこれ共有されてないってなったらもう仕事をしてないと一緒なんじゃないですか。スニーカーダンクっていうのは、まあ、鑑定料で稼いでいるんですよね。鑑定料で、この鑑定料は何のための鑑定料だったんでしょうかっていうとこまで話は進んでいきますよね。これ正直ほんまやったら大問題ですよ。社内で共有してないっていうのも本当だったらこれは大問題ですよね。まあ、会社としてどうなんだっていう部分にまで至ります。はい、僕の意見です。僕の一個人の意見です。皆さんがどう思うかわからないんですけど、まあ、失敗を共有をしないのであれば同じ失敗で続きますよね。まあ、本当に共有してないのであれば、この人の言うことが本間であればこれは大問題でございます。はい、一応前回の動画も5万回再生されているので、まあ、届いててもおかしくないんですよね。はい、まあ、100、200回とか1000、2000回とかだったらわかるんですけど、5万回も再生されているので、もしこの件が共有されてないのであれば大問題ですよね。はい、で最後に貢献したこちら既読いただけましたらご連絡をお願いいたします。見バレ防止のため22時30分にはアカウントごと削除いたしますということでね。まあこの人が本当にスニーカーダンクの社員か社員じゃないか、偉い人か偉い人じゃないかっていうのは、まあ、僕には分からないです。でこれ本当なことは分からないです。しかし僕はこの段階で少し信じています。なぜならこんなカウズの人形がプロの鑑定士が通すわけないから、素人が鑑定しています。こんなん通るんておかしいでしょ。これ偽物ですもん。こんな誰でも画像を見ても分かるような偽物が本物として
購入者の元へ届く。サービスは正直成り立っていません。破綻しております。はい。まあね。まあ僕はここまで怒ってるんですけど、まあ、スニーカーダンク大好きなんで。感謝とリスペクトはスニーカーダンクにあります。もっとスニーカーダンクに良くなってほしいということで、この動画を発しております。はい、ということで、この DM を信じるか信じないかは、あなた次第です。